皆様こんにちは、バイオリニスト中村大地です。私この度自身が音楽監督を務める音楽祭をスタートさせることとなりました。スポンサーの皆様のおかげで、このような機会をいただきました。本当に感謝しております。名前はラーク国際音楽祭ということで、19日オープニングコンサート、フルオーケストラを編成いたしまして、私ブラームスのバイオリン協奏曲、そしてチェロの辻元玲さんに、ドボジャークのチェロ協奏曲を演奏していただきます。これが、オープニングでありメインのコンサートになると思いますが、指揮は長峰大輔さん、コンサートマスター大木谷さんで、お届けしたいと思っております。そして場所を移しまして21日は長崎、こちらは室内オーケストラの編成で伺います。私はピアソラのベネソエレスの指揮、そしてメインは佐藤隆さんの、モーツァルトのピアノ協奏曲、そしてソリストとして、戸沢咲さん、市博也さん、加わっていただきまして、辻元玲さんも引き続き、弾いていただきます。それぞれのドッペルコンチェルトお楽しみいただきたいと思います。24、25、こちらは、北九州に戻りまして、室内楽のコンサート、私と戸沢さん、ビオラの中目ぐなさん、チェロ引き続き辻元玲さん、市博也さん、そしてピアノ佐藤隆さん、この6人で、2つのコンサート、ピアノあり弦楽だけ、2種類お届けしたいと思っております。そしてこの音楽祭、ラーク国際音楽祭、この名前の由来なんですけど、ル・アーク、これフランス語で架け橋という意味がありまして、まず長崎にも今日の方々にも協力いただけるということで、出島にかかっている橋を私自身、すごくイメージしました。また私の故郷である北九州、長崎、こちらを結んで開催できるということで、九州各地との、これから発展的に架け橋となるような、ものになっていけば、そして全国からお客様をお招きして、日本全国との架け橋、そして、私最大の、目標であります、ヨーロッパやアメリカ、世界各地から、友人アーティストを招きまして、将来的にはやりたいなと思っております。そんな意味も込めまして架け橋、そして国際音楽祭と、銘打って企画させていただきました。そんな音楽祭です。まずは19日オープニングコンサート、こちら北九州、フルオーケストラです。21日長崎、24、25、北九州に戻って室内楽の音楽、コンサートを、お届けしたいと思っております。皆様のお越し、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。